よろしくお願いします。へいらっしゃいませです。さあ、今日もね、初心者の方、給油者の方にも、できるだけ分かりやすく、楽しく、ギビッシャーを、突撃実況、感想戦にやっていこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、相手の方が四間飛車振ってきたので、まあ、ミレニアムやっていこうかなと思っております。で、今回は、そうですね、相手の方がミノーっていうのもポイントの一つですよね。まあ、ミノーなら、よく、まあ、ミレニアムと対戦している形になるんで、まあ、こっちの土俵に持ち込めればな、みたいな感じですよね。で、まあ、桂跳ねまで行っといて、この銀に上がってきたことによって、まあ、角交換はしてこないんだろうなっていう。まあ、やるとしたら金こっちに上がって、歩ついて角交換してくるみたいな感じだとは思うんですけど、まあ、普通は金こっち行くことが多いですかね。で、腰掛け銀型に来たんで、これは、まあ、こっちも右の銀を、くっつけていける形になるかなと思ってます。で、普通に囲ってきて、まあ、こっちも囲い進めますよね。ガッチガチに固めていくんですけど、そうですね、この辺でね、もしかしたら、まあ、最善を尽くすなら、ここの端歩入れとった方がいいかもしれないですね。っていうのも、端、ツイート感と、まあ、こうやってきたときに、4五銀、2六飛車、1五角、1六飛車っていうルートになるんですけど、その時に、桂頭が弱点だよっていう風な話で、飛車浮いても大丈夫っていう話になるんですけど、今回の場合は、桂頭をついてないんで、まあ、桂ジャンプしてないんで、この飛車浮いたのがちょっと働き弱くなるなっていう話があるんですよね。まあ、だから、ついておいた方が無難っちゃ無難かもしれないですね。で、まあ、今回向かい飛車に組んできたんで、次こそこれあるんですよね。これ放置すると、4五銀、2六飛車、1五角、1六飛車。で、1四歩って使われた時に、ここついてくるんですよね。まあ、でもそれでもいけるのか。2四歩、同歩、同角で飛車戻って、って感じかな？そうすれば一応、対応はできとるか。角抜かれて、飛車取って、銀取って、桂取って。まあ、それも一局かなんかな。まあ、そういう変化もあるんで、まあ、とりあえず端は無駄な変化を消すために、まあ、ついとった方が多分無難っちゃ無難なんですけど、まあ、つかなくていいポイントをね、探りたいところではありますよね。で、今回は、まあ、ガッチガチに組むことができましたよと。で、4五歩ついてきたんで、これはなんか組み替えられるとめんどくさいところもあるんで、この歩、守るためには、この銀ここにいてねっていう縛り制限を設けるために、3六歩から3七桂を目指していきました。まあ、そしたらね、相手の方、角上がってきたんですけど、そうですね。これは桂も跳ねたいってことなんでしょうね。で、自分が先に跳ねるとなんか、桂と逆に狙われそうなんで、3人飛車とかで狙われそうな感じもしたんで、今回まあ、銀を下がって、組み替える方を優先しましたね。で、跳ねてきたんで、まあ、こっちも跳ねとこうかなっていう。で、相手の方、今日上がってきたんですけど、これは後々にちょっと、戦いの火種になることが、予想されますね。まあ、銀くっつけて、金上がってきて、で、こっちとしては、まあ、玉の空間広げるために8六歩ついたんですけど、ここっすね。7四歩。これ、玉のコミ空いてるじゃないですか。だから、4六歩ってついた時に、4六歩同歩同角が王手になるんですよね。で、一歩手に入るから、まあ、軽ジャンプしないかんですけど、その時に一歩あるんですよね。で、この辺、1筋とか2筋あたり、こう、突き捨てポンポン入れとけば、ここの叩きとかあるんじゃないみたいなのは予想してましたけど、そうっすね。手順がちょっと難しかったですね。まあ、ここは取れないんですよ。まあ、取れないことはないんだけど、まあ、取って王手になるのも構わないのっていう話ですね。で、相手の方は王手を気にしたんでしょう。まあ、最後に跳ねてきま、7三桂跳ねてきたんですけど、まあ、これで、ここの一歩は取られて取り返すこともできるし、取って、同桂同桂同銀みたいな感じで、
風景さばける形で撮ることもできるから、ここで多分ね1号歩かな、1号歩同歩4号歩同桂同桂同銀、いやいや待て待て、本譜は端行ったんですよとりあえず、で取ってくれたんですよねもちろん。で多分ねこれ2四歩も入れておくべきなんじゃないかな。2四歩放置してここ取るのは取り込んで飛車先突破じゃないですか。で飛車に当たってるんで、まあ、こっちが先手でしょ一応。なられて飛車取って角取って同銀、いやそれはきついよね、それはきついよね。だから2四歩は入るはずなよ。2四歩同歩4五歩同桂同桂同銀飛車ぶつけ同飛車同角で飛車下ろされて角なっといて、まあそういうルートもあったかなっていうふうにねちょっと思いましたね。まあただ今回はちょっと2四歩つけなかったんで4五桂からいきました。4五桂同桂同歩でまあ同銀ですよね。まあ同銀で今でもまあ角下がる手もあったのかもしれないですけど、まあとりあえず一歩手に入ったんでこれ叩いていきました。でまあ同香って取ってくれたんで、ああじゃあ香車もらっときますって言って馬もできたし、これは強毒プラス馬でこっちが得したかな。で飛車を四間飛車回ってきたんですけど、ここ迷いますね。いやここね考え方としてはまあこっちあと飛車がさばければまあ優勢なんだろうけど、2四歩がちょっと重たい感じがするんですよね。ってことを考えると、まあさっき突き捨てとけばどうなのみたいな話もなってくるんですけど、でまあ今回は相手の方はねこの飛車と角と銀の形がかなり重たいだろうということで、あえてこれ香車打ってきました。3分乗ってるんで一応銀と香の交換にはなりそうなんだけど、叩いて同香叩いて同香叩いて同香同銀同馬、角抜かれて角抜いて馬切って同金に銀で飛車なってくるみたいな、そういうルートは一応読んでたんですけどね、読んでたんだけど、まあそうはならず、まあ普通に節約して受けてきましたね。だこれだったらまあ手番こっちなんで2四歩怖いけど行くかなみたいな、これね瞬間馬の利き止まってるんで、なんかこっち出られて出てなってと金作った時にまあ重たいんですけどね、形として重たいんだけどそれでいいのかなみたいな、まあ強毒を駒の働き飛車が成り込んだみたいなのに変換したっていう風に考えればそれもありなのかもしれませんが、まあ、ちょっと難しかったですね。まあ2四歩ついてまあ走ってきてくれたんで、これはまあと金作って浮いとけば大丈夫かなっていう感じですね。で勢いなり捨ててきたんだけど、まあ、これは先にね、飛車なれますね。まあ、と金寄って同飛車になってどっか避けて、で、外せば、やっぱりこう、馬のライン効いてるから、ここの地点で香車が刺さるんですよね。まあ、捨てて、なってって、避けて、香車走って、で、まあ、振ってくるけど、まあ、それは意味ないから取っといて、で、同馬。で、ここまで、なった時にこっちは竜と馬がすごくいいポジションいますよね。相手の王様に睨んでるし相手の王様に睨んでる、めちゃめちゃ働きいいところよね。で桂馬はさばけとる、でなんなら銀得までしてる。でこの局面を見て相手の方が投了となりました。はい、いかがでしょうか。今回ね、ミレニアムの戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おはようございます。